はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。今回は Steam で2024年3月下旬リリース予定の面白そうな作品を紹介していきます。さあ3月下旬は注目作が続々と登場予定になっていますよね。中でも特に注目を集めるドラゴンズドグマ2においては3月8日よりキャラクターメイキングを事前に行い本編に引き継げるキャラクタークリエイター&ストレージが配信され、余計にリリースが待ち遠しくなったのではないでしょうか。その他にも3月下旬は期待作が多いので参考にしていただければと思います。それと Steam のイベントでは3月15日金曜日の午前3時からスプリングセールが開催されるので要チェックです。それでは日本語対応の作品から見ていきましょう。まずはじめにライトイヤーフロンティア、銀河の果ての惑星でほのぼの農業アドベンチャー。本作は未知の惑星での農業開拓をテーマにしたオープンワールド探索アドベンチャーゲームで、最大3人の仲間と共に遠く離れた惑星で農業生活を始めることができます。プレイヤーは探索を通じて資源を収集し、拠点を建築して農業を営み、スローライフを満喫しながらも太古の秘密が眠ると言われる惑星を探索し、謎を解明していく物語が展開。サバイバル要素は少なく、プレイヤーは水や食料を取る必要もありませんし、プレイヤーと敵対するような存在は登場しないので、ゆっくりと農業を楽しむことができるようです。ゲームでは基本的にカスタマイズ可能な二足歩行トラクターロボに乗り込んで、農業や建築、探索などロボを活用した行動を行っていくことになります。農業ではロボットを利用して種を植えたり、作物を吸い込んで収穫することもでき、快適な惑星農業ライフを過ごすことができます。また収穫した作物は通貨として使えるほか、メカのアップグレードや建築材料にも利用でき、メカの見た目や機能を自由にカスタマイズすることができます。体験版はそんな感じ、想像以上にのんびり遊べるゲームでした。敵も出現せず、空腹や喉の渇き、スタミナなんかもないので自分のペースで遊ぶことができるのが特徴ですね。未知の惑星に不時着した設定ですが、商人用の宇宙船ドックを作れば商人が来てくれて物資の売買をすることができたり、惑星に存在する謎の遺跡やフィールド上に存在する汚染物質などの謎を解明していくような要素もありそうです。ライトイヤーフロンティアは2024年3月20日リリース予定日本語対応の作品です。アローンインザダーク、 3D ホラーアドベンチャーの元祖とも歌われるアローンインザダークがリメイクとして登場。1992年に発売された同名のサバイバルホラーとなる本作。物語の舞台は1920年代のアメリカ南部にあるデルセト屋敷。主人公エミリー・ハートウッドの叔父ジェレミーが行方不明になってしまったことから物語は幕を開けます。叔父の死に疑問を抱いたエミリーは死の真相を知るためにデルセト屋敷へと向かい、もう一人の主人公である私立探偵エドワード・カーンビーもジェレミーの自殺から数日後、依頼によりデルセト屋敷へと向かうことになります。ゲームは裕福なハートウッド家に生まれながらも苦悩を抱えたエミリー、または超自然現象に詳しいシリーズ探偵エドワード・カーンビー、どちらかを主人公に選択して進めていくことになるダブル主人公システム。舞台となるデルセト屋敷は現実と狂気、謎が入り乱れた世界となっており、その中で悪夢のような空間に住まう奇妙な住人や危険なモンスターに遭遇しながらもこの屋敷の真実を解き明かしていくことになります。リメイク版ではクトゥルフ神話をモチーフにした狂気に満ちた物語が描かれ、同じ屋敷を舞台とし同じ主人公が登場しながらも屋敷に隠された暗い秘密を暴く全く新しい物語が展開されていくとのことです。また本作の前日譚を描く無料プロログ版も配信されているので気になる方はチェックしてみてください。アローン・イン・ザ・ダークは2024年3月20日リリース予定日本語対応の作品です。ホライゾン・フォービドゥン・ウエスト・コンプリート・エディション。退化した文明と未来世界をテーマにしたオープンワールドアクション。2022年に PS 独占タイトルとしてリリースされた作品が完全版となって Steam に登場します。前作ホライゾン・ゼロ・ドーンではかつて存在していた人類文明が崩壊した1000年後が描かれ、この世界では電子機器を失い、世界には動物の姿を模した機械生命体が歩き回り、人類の生活は狩猟や採取といった原始レベルまで文明が退化。そんな世界で異端者として扱われてきたアーロイが機械の獣がはびこる大地と自分の運命に立ち向かっていくという物語が描かれました。本作ではその半年後を舞台に、主人公アーロイが大地を侵食する謎の腐敗現象の原因を突き止めるために禁じられたアメリカ西部へと旅立つ新たな冒険が描かれ、新しい部族との出会いや恐ろしい機械獣たちと対峙していくことになります。
ゲームの舞台となるフォービドゥンウエスト禁じられた西部は謎に包まれた広大なフロンティアで、現在のユタ州から太平洋沿岸部にかけてのエリアを冒険していくことになり、プレイヤーは美しい景観と未知なる機械獣がバックする危険な大地を探索しながら腐敗の謎を調査していきます。本作では新たな武器やスキルなどのほか、高所から安全に降下できるシールドウィングや水中を自由に泳ぎ回れる潜水マスクなど多数の新要素が追加されており、幅広い戦術と武器の強化によってプレイヤーの好みに合わせたカスタマイズが可能。また完全版となる本作ではゲーム本編とその物語の続きを描いた拡張コンテンツ、灼熱の海辺をはじめフォトモード用オプションやカージャ族の装備セットなど、ストーリーの進行によってゲーム内で解除されるアイテムが収録されているとのこと。ホライゾンフォービドゥンウエストコンプリートエディションは2024年3月22日リリース予定、日本語対応の作品です。ドラゴンズドグマ2、広大なオープンワールドを冒険する待望の人気シリーズ最新作。2012年にリリースされ、プレイヤーの想像を超える多彩なアクションとオープンワールドならではの広大な世界を冒険するドラゴンズドグマの続編タイトルです。本作の舞台となるのは人の国ベルムントと獣人の国バタル。プレイヤーは竜に心臓を奪われた各社として蘇り、奪われた心臓を取り戻すべく竜を打倒し王座へと昇る物語が描かれます。より美しく作り込まれたオープンワールドの多彩なロケーションを、プレイヤーである各社に付き従う仲間、異世界からの旅人ポーンと共に冒険の旅に出発し、シングルプレイでありながらオンラインのように仲間とパーティーを組んで冒険をしている感を楽しめます。従者となるポーンは AI によって自ら行動する NPC となり、常に行動するメインポーン1人とネットワークを介して他のプレイヤーから借り受けるサポートポーン2人を加え、最大4人のパーティーで冒険に挑むことができ、 AI によって制御されたポーンは自らの判断でプレイヤーと共闘し、戦闘中の連携はもちろん初めての場所を案内してくれたりもします。そしてカプコンの自社エンジン RE エンジンによって世界は精細かつ濃密に描かれ、そのフィールドの広さは前作の4倍相当となっており、さらにはプレイヤーやポーンが最初に選択できる4種類のジョブ、ファイター、アーチャー、メイジ、シーフをはじめ、強力な魔法と剣術を使いこなす魔剣士や魔法の矢を放つ遠距離戦闘に特化したマジックアーチャー、幻を召喚することで敵を惑わせて戦う幻術師、そして全ての武器を使用できる主人公専用のジョブアリズンといった多くの上級職が登場するようでテンションが上がります。そして発売に先駆け、先日3月8日よりキャラクターメイキングを事前に行い、本編に引き継げるキャラクタークリエイター&ストレージが配信されました。時間のかかるキャラクリを事前に行えるのはいいシステムですよね。私なんかはキャラクリも頑張りたいけど、早く冒険に出たいと思って途中でも適当でいいかなってなってしまいますが、キャラクリも妥協したくないという方はそういったジレンマに悩まされることがなくなりますよね。ドラゴンズドグマ2は2024年3月22日リリース予定、日本語対応の作品です。ブリーチウェイ、スペースシップで宇宙を旅する SF ローグライクデッキ構築。本作は宇宙を航行するスペースバトルシップの艦長となったプレイヤーが乗組員を集めて装備を整え、次々と襲い来る敵勢力と戦いながらも謎のシグナルを追って銀河を旅する物語が描かれます。ゲームはスレザスパイアや FTL から影響を受けたデッキ構築型 SF ローグライク。スレイザスパイアのように複数に枝分かれしたマップを進み、カードを使った戦闘マスやイベントマスに対処しながら最終地点にいるボス撃破を目指すこととなり、その道中で新しいカードの追加のほか、宇宙船の武器や防御のアップグレード、内部モジュールを組み合わせ自由にカスタマイズして宇宙船を強化していくことになります。また宇宙船にはいくつかの種類があり、体験版はそんな感じゲームを進めていくことでそれぞれに特徴を持った強力な宇宙船がアンロックされていくようでテンションが上がりました。さらに本作ゲームの流れは従来のデッキ構築とよく似たゲームシステムですが、戦闘においては独自なシステムとなっており、カードを使用するためのコスト、本作ではリソースと呼びますが、戦闘ではこのリソース管理が重要となってきます。リソースは毎ターンごとに一定量リアクター装置から生成され、このリソースは主に攻撃カードで使うオードナンス、防御系カードに使うエネルギー、そして特殊兵器カードに使うマス、3種類のリソースを自身のデッキや敵に合わせてうまく割り振りながら戦っていく戦術性が本作の最大の特徴。これが結構奥深くて難しい要素でした。説明難しいですね。
他にも強力なカードはオードナンスとエネルギーなど複数のリソースを消費したり、獲得した防御値は次のターンに全て消滅するのではなく半分が残るなど本作独自の戦闘システムになっており、やりごたえがありました。製品版は分かりませんが、体験版の日本語はチュートリアルだけの部分対応、その後のステージは英語となっていたのが少し気になりましたが、ゲームとしては戦闘も面白く、宇宙船のアンロック要素やカスタマイズ要素など個人的には好印象な作品かと思いました。ブリーチウェイは2024年3月22日リリース予定、日本語対応の作品です。ビトインホライズン、 SF ミステリーをテーマにした 2.5D の SF 探偵アドベンチャー。本作はハードボイルドデカが活躍する硬派な SF アドベンチャー、ラクーナ SF ノワールアドベンチャーを手掛けたデジテイルズインタラクティブの作品です。物語の舞台は1300人の乗組員を擁する巨大な宇宙船ゼファー号。人類存続が危機に瀕した地球を脱出し、遠い惑星を目指し33年が過ぎようとしていた。主人公はこの船で生まれ育ち24歳となったステラ。ステラは父の後任として警備責任者を務め、船内で発生する事件の調査を行っていく中で、船だけではなくやがては人類の運命を左右する陰謀に巻き込まれていくことになります。ゲームは宇宙船内を探索して事件の手がかりを見つけ、関連する証拠とともに事件解決を目指していくオーソドックスなアドベンチャー。しかしながらに物語は複数に分岐するシステムとなり、プレイヤーの選択によってストーリーが展開。前作のラクーナと同様にプレイヤーの選択は取り消すことができず、間違った選択をした場合でもそのまま物語は進行し、これにより緊張感のあるゲームプレイを楽しむことができます。体験版もありますが日本語には対応していませんでした。ビトインホライズンは2024年3月25日リリース予定、日本語対応の作品です。パリア、基本無料で遊べるスローライフ系 MMORPG。 本作は昨年12月に任天堂スイッチ版が配信され、パッと見のキャラクターや動作はフォートナイトといった印象。ゲームは何千年もの前に人間たちが暮らしていた世界に突如としてプレイヤーたちが帰ってくるといった物語が展開。ゲームではプレイヤーもこの世界に帰ってきた一人として、仲間たちやこの世界で進化した動物種族たちと交流したり、農業をしたりクラフトや釣り料理を楽しんだりするというスローライフにフォーカスを当てたゲームプレイが特徴とのこと。この世界を探索する中では素材を集めたり、狩りや釣りを楽しんだり、あるいは料理やガーデニングをしたり、作業台を用意すれば入手したレシピをもとに様々なアイテムをクラフトすることができ、自分の家を建てることも可能。最初は小さな家から始まり、ゲームを進めることで家を拡張するだけではなく、家具や装飾を作り自分好みに家をカスタマイズすることもできます。またゲームはライフシム要素だけでなく、この様々な謎が隠されたパリアの地を冒険したりクエストを受注することもでき、各地を探索することで人類が消えてしまった理由やパリアの世界が現れた理由などが明らかになっていく物語要素もあるとのこと。基本プレイ無料のゲームで課金要素としては、ゲーム内通貨であるパリアコインを使ってキャラクターのカスタマイズができる特別な衣装の購入などが用意されているようです。見た感じ世界観やデザインも色鮮やかで柔らかく、建物の雰囲気もアニメ調のアートワークとなっているのでとっつきやすい印象。パリアは2024年3月26日リリース予定、日本語対応の作品です。エンダーマグノリア、ブルームインザミスト。美しくも残酷な世界を探索する 2D メトロイドバニア。本作は2021年に発売され圧倒的な人気を獲得したエンダーリリーズクワイタスオブザナイツの続編にあたる作品となり、前作で描かれた死の雨の最悪から数十年後の世界を舞台に、主人公のライラックが美しくも残酷な世界を自由に探索し、仲間と共に強敵に立ち向かっていくことになります。ゲームの舞台は地下に眠る膨大な魔力資源によって栄えた魔法王国煙の国。発展の末生み出された人工生命ホムンクルスは輝かしい未来をもたらすはずでしたが、地下から吹き上げる汚れた煙によって暴走する悲しき人工生命へと変貌。そんな中、ホムンクルスを救済する力を持つ調律師ライラックが地下の実験場で目覚め、ホムンクルスと契約を交わしたことをきっかけに失われた記憶と大切な仲間の行方を探し、広大な煙の国を冒険していくことになります。ゲームは探索型の 2D アクション。前作と同様にダンジョンを探索していく中で暴走したホムンクルスたちと戦うこととなり、
倒したホムンクルスを解放することで仲間として共に旅をすることになるようです。その仲間たちのスキルは30種類にも及び、装備、レリック、アイテムなどの収集、成長要素も前作の倍以上にボリュームアップ。また今作では難易度選択が導入され、前作と同様に高難易度なゲームプレイに挑みたいユーザーも、ストーリーを楽しみたいユーザーも安心して楽しめるゲーム設計になっているとのこと。今回リリースされるアーリーアクセス版では、ゲーム序盤に登場する4つのエリアをプレイすることができ、各エリアには個性的なエネミーとボスが出現。アーリーアクセスの期間は半年から1年程度を想定しており、フィードバックをもとに正式版に実装するオプション要素を検討するとのことです。エンダーマグノリアブルームインザミストは2024年3月26日リリース予定、日本語対応の作品です。ネクロスミス2、死者を蘇らせ敵と戦うネクロマンサーシミュレーション。本作は2022年にリリースされたネクロスミスの続編となり、プレイヤーはネクロマンサーとなって狩猟兵団を従え、拠点を防衛しながらも世界征服を目指すといった作品です。本作の特徴は死者のボディーパーツから味方モンスターを作成できること。ゲームではリソースとなるマナとスケルトン、ゾンビ、オーク、さらにはロボットといったボディーパーツを自由に組み合わせ、オリジナルモンスターを生み出すことができます。生成されたモンスターは拠点から出撃して、基本的には自動で行動し、資源を集めながら敵勢力の陣地へと進軍し、最終的には敵の本拠地を攻め落とせばゲームクリア。敵の部隊も本拠地を目指して進軍してくるので、拠点をアップグレードしたり防衛ユニットを配置したりと、うまくバランスを取りながら世界征服を進めていきます。今作では前作を踏襲しながらもさらに進化した新要素が追加されており、新たに導入された昼夜の時間概念によって夜の闇に紛れアンデッドは強化されるが、日中は弱体化してしまうといった要素、また山、川、沼地など様々な地形が用意されていたり、アンデッドたちの新しい能力も登場。これによってプレイヤーはより多彩な戦略を展開でき、前作よりも戦闘や遊びの幅が広がっているとのこと。体験版は日本語に対応していませんが、いろんなモンスターのパーツを組み替えてバラエティに富んだ様々な狩猟兵を作り出すのが面白い作品となっています。ネクロスミス2は2024年3月27日リリース予定、日本語対応の作品です。ブルワークファルコニアクロニクルズ。ザ・ファルコニアの世界を舞台にした都市建築ストラテジー。巨大なファルコンに乗って大空を駆けるフライトアクション、ザ・ファルコニアで知られる個人ゲーム開発者トーマス・サラ氏の最新作です。物語の舞台は前作ファルコニアと同じく海に侵食された神秘的な世界アーシー王国。プレイヤーは40年前の戦争で荒廃したアーシー王国の再興を任されることとなり、広大な都市に浮かぶ美しいオープンワールドで都市を築いていくことになります。ゲームでは都市建設だけではなく、交易や勢力との関わり、軍隊の創設など様々な要素が用意され、プレイヤーは他の勢力と同盟を結び交易路を構築したり、軍隊を創設して他の勢力の拠点を奪い自勢力を拡大させていくこととなり、戦闘では飛空戦や巨大なウォーバードが飛び交う激しい空中戦が展開します。体験版も日本語に対応しており、遊んだ感じでは独特なシステムな都市建築ストラテジーといった感じでした。ゲームの流れは海に浮かぶ岩山に資源採取施設や生産施設を道でつなぎ、都市を拡大させながらも飛空船で広大なマップを探索していくといった流れ。操作を含めてシンプルで直感的に遊べるゲームデザインになっているとのことで、確かにマウス操作だけで遊べるものになっていましたが、チュートリアルがあるもののシンプルすぎて個人的にはゲーム内容を把握しにくい印象でした。ブルワークファルコニアクロニクルズは2024年3月27日リリース予定、日本語対応の作品です。アウトポストインフィニティシージ。押し寄せる無数の敵と戦う複数ジャンルを融合させたハイブリッドシューター。本作は探索サバイバル、基地建設、タワーディフェンスの要素をメインに、多人数での協力プレイに重点を置いた一人称視点のシューターゲーム。以前のトレーラー映像でも迫力のある戦いが繰り広げられていましたが、この新しいトレーラー映像はかなりすごいですね。一人称でハイスピードなどでプレイする気はないですが、アクション映画を見ているみたいでちょっと見入ってしまいましたね。何の根拠もないですが、このゲーム流行るんじゃないですかね。まあそんな本作なんですけども、シグネットと呼ばれるシステムによって人類文明は崩壊。残っているのはシグネットの監視の目を遮ることができるフォースシールドを備えた少数の全哨基地だけ。
プレイヤーはシグネットが差し向ける敵から人類を守るため、シグネットの監視と及ばないエリアに侵入して探索を行い資源を集め、強固な拠点を構築して迫り来る無数の敵との戦闘を繰り広げていくことになります。ゲームは複数のジャンルを融合させたハイブリッドジャンルなゲーム。探索モードでは一人称シューターでランダム生成されたマップを探索しながら、フロストラックガンと呼ばれる武器で敵と戦い、資源や物資を集めるとともにミッションを達成して拠点への帰還を目指し、リアルタイムストラテジーのようなコマンドモードでは拠点建築や防衛設備の構築、離れた場所からのサポートユニットへの指示や砲撃支援などを行うことができます。基地を構成するパーツには様々な機能を持つユニットが存在し、プレイヤーはオリジナルの基地を作ることができ、ウェーブ制でやってくる敵の軍勢に合わせて必要なユニットや兵器を配置しての激しい戦闘が繰り広げられるようです。またトレーラーを見た感じではグラップリングフックのような装備で素早く移動したり、マクロスみたいなロボに乗って戦っている場面なのもあり、とにかくスケールが大きそうなハイブリッドゲーム。ちょっと気になるのはソロゲーは無理ゲーな感じもします。アウトポストインフィニティシージは2024年3月27日リリース予定、日本語対応の作品です。ペッパーグラインダー、爽快なドリル移動を駆使した 2D アクションアドベンチャー。本作の主人公は船乗りの少女ペッパー。不運にも船が難破して、さらにはたどり着いた島で悪名高い種族ナーリングスに財宝を奪われてしまう。彼女は財宝を取り戻すため超パワフルなドリル装置グラインダーを手に謎の島を冒険していくことになります。ゲームでは手に持つドリルを駆使して爽快にステージを進んでいく 2D アクション。ステージ内には掘削可能な場所があちこちに存在し、ドリルで掘ればスピードに乗って突き進んでいくことができます。またドリルはステージを掘り進むだけではなく、敵を攻撃する武器としても使え、先端部分を交換することで性能の異なる武器に変身し、機関銃のようなアイテムを装着して弾を撃つことも可能です。ステージにはお金となる宝石が眠っており、これらを回収することでショップでペッパーを強化するアイテムを購入したり、新たなルートを開放するために利用することができるほか、ステッカーという収集要素もあり、ステッカーブックを埋めていく楽しみもあるようです。ドリルを手に流れるような掘削で地面や水中を進んでいく爽快ドリルアクション。体験版も日本語で遊べ、爽快ながらもかなりのアクション性とドリルコントロールが難しかったので、私は苦手なジャンルなゲームでした。アクション好きな方はチェックしてみてください。ペッパーグラインダーは2024年3月29日リリース予定、日本語対応の作品です。オープンロード、母と娘の心揺さぶるロードトリップアドベンチャー。16歳の少女テス・デバインと彼女の母親オパールが家の屋根裏部屋に隠されていた古いメモや手紙の入った箱を発見するところから物語は始まります。その箱に入っていたものは祖母にまつわる秘密で、テスの祖母でありオパールの母親は父親ではない男性と何らかの関係を持っていた可能性があることを見つけます。長らく埋もれていた祖母の知らざれる真実を知った2人は、過去の出来事を知るため家族が夏を過ごした場所を訪れる旅が描かれます。ゲームは一人称視点で描かれ、美しい手書きのキャラクターアニメーションと独特な会話システムが物語を一層引き立て、プレイヤーはテストして旅をしていく中で次の目的地へ向かう車内でリラックスしたり、ラジオを聞いたり、母親との会話を楽しんだりすることができ、それぞれの場所で新たな手がかりを見つけ、家族の秘密や真実が明らかになっていくとともに、母と娘、決して良好とは言えなかった2人の関係にも微妙な変化が見られてきます。果たして祖母の隠された真実を知ることで2人は何を思うのか。このゲーム、どこかクリント・イソウッドの映画マディソン郡の橋を思わせる内容となっていそうで、個人的に気になっているんですよね。オープンロードは2024年3月29日リリース予定、日本語対応の作品です。オメガクラフター、プログラミングを用いたオープンワールドクラフトサバイバル。ゲームの舞台は開発が難航しているゲームの中の世界。プレイヤーは開発者としてその内部に入り込み、謎の妨害プログラムを排除してゲームを完成させることを目指すことになります。見た感じ、開発中のゲームはファンタジー世界を舞台にしているようで、複数のバイオームやダンジョン、そして様々なモンスターやボスたちがゲーム開発を妨害しており、プレイヤーは素材を集めて強力な武器を作り、それらの敵と対峙していくことになるようです。そして本作の特徴となるのがグラミーと呼ばれる小さなロボットの存在。
グラミーはプログラミングによって伐採や採掘、作物の収穫といった最終作業から運搬、建築や各種クラフトなど様々な作業を行わせることが可能で、プレイヤーの良き相棒となり手助けをしてくれます。そのプログラミングについてですが、かなり簡素化されて見やすいビジュアル型エディターを使ってブロックを組み合わせコードを設定していくものになっているとのこと。体験版をプレイすることができなかったので、プレイされている方の動画を見ましたが、確かに見やすく操作しやすいゲーム設計になっていました。ですが、全くプログラミングを知らない私から見ると、やはりハードルが高い印象を受けてしまいます。おそらくプレイすればやっていくうちにコツがつかめてくるとは思いますが、この手のゲームはプレイするまでのハードルが高いんですよね。私だけでしょうか。オメガクラフターは2024年3月29日リリース予定、日本語対応の作品です。シャドウコリドー2、天の夜平。人気高難易度和風ホラー、シャドウコリドーの続編タイトルです。本作はランダムに生成されたダンジョンを舞台に、襲い来る能面から逃げ回りつつ脱出を目指すシャドウコリドーの続編タイトルとなり、本作では死に安らぎを見出し、自ら命を絶った少女、しぐれの物語が描かれ、彼女の複雑で感情的な物語が展開していくとのこと。前作も鬼ごっこ系のゲームでありながら、ストーリーについても評価が良く、今作にも期待が寄せられています。ゲームは前作と同様に、不気味で恐ろしい徘徊者と呼ばれる化け物から逃げ回りながら脱出を目指すことが目的。ランダム生成されるマップのボリュームは前作を大きく上回り、使用可能なアイテムの種類、徘徊者の種類なども多数追加。ただ単に恐怖を体験するだけではなく、状況判断の楽しさやプレイヤー自身の成長と挑戦など、ゲームとしての楽しさを追求したゲームデザインになっているとのことです。また新たな要素としてカルタシステムが導入され、特殊能力を持つ装備品カルタを活用することで、ゲームスタート時の拳銃入手やリソースと引き換えにミニマップを表示するなど特殊な力を得ることができるようで、これによってプレイヤーは奥深い戦略性とスリルを楽しめるだけでなく、自分だけのプレイスタイルを追求したゲームプレイが楽しめるとのことです。シャドウコリドー2、天の夜平は2024年3月29日リリース予定、日本語対応の作品です。はい、ここからは日本語未対応の作品の紹介です。テラテックワールド。ブロックを組み合わせたマシンで冒険するオープンワールドマシンサバイバル。本作は2018年にリリースされ、1万7000件のレビュー数で 92% の評価を獲得している人気サバイバルクラフトゲーム、テラテックを再構築した作品です。プレイヤーは異星に降り立った炭鉱家となって、さまざまな機械を作りながら世界を旅して資源を収集していくことになります。ベースとなるゲームシステムは前作テラテックから引き継ぎつつも、様々な要素の拡張と改良が行われ、利用可能な資源の種類や探索できる世界の拡大はもちろん、グラフィックは最新の技術を用いてより美しく描かれ、特徴となる各種の物理演算はよりリアルに再現されているとのことです。本作では最大4人での協力プレイが可能で、仲間と共に壮大な基地を築き、自然災害や困難を乗り越え、自分だけのメカを持ち寄り、貴重な資源を獲得するため敵基地の撃破を目指していくことになります。本シリーズの最大の特徴はマシンのビルド要素。直感的なビルドを可能とするモジュラービルディングシステムを使って、自分だけの乗り物や構造物を作り出しカスタマイズすることが本作の醍醐味。様々なパーツの組み合わせは車から飛行機まで自由度が高く、探査メーカーを構築して異星人の惑星を探索したり、敵となるテックと戦い、リソース収集や基地建設を行ってさらなるビルドを構築することができます。本作ではそうした基本のゲームプレイを踏襲しつつも、カスタマイズ要素の拡張など前作から様々な要素を刷新し、全く新しいゲーム体験を楽しめるとのことです。テラテックワールドは2024年3月23日リリース予定、日本語未対応の作品です。ミレニア。1万年もの歴史をたどる 4X ストラテジー。本作は歴史をテーマとするターンベースの 4X ストラテジーとなり、プレイヤーは旧石器時代から1980年代に始まる情報化時代、ロボット軍団が登場する近未来、そしてまだ誰も知らない未来に至るまでの長い歴史の中で、探索や都市開発による科学や技術の進歩、領土拡張や周辺国との戦争を経て、10種類の時代にわたり国家を勝利に導いていくことになります。
ゲームでは実在の国家から一国を選び、ランダム生成されたマップで国家の繁栄を目指し、基本的な資源を獲得して生産力を身につけ、自分の思い描く戦略に従って経済や科学的な発展を管理し、国家繁栄の方向性を決定していくことになります。また国家戦略や時代に合わせて軍隊を整える必要もあり、それぞれ能力の異なる軍事ユニットを組み合わせ、軍隊を組織して周辺国家との戦いに備えていくことも重要。本作の大きな特徴となるのは、一定の目標を達成すると時代が進み、新たなテクノロジーやユニットが得られるようになり、派生時代と呼ばれる時代へ移行する要素。もう一つの歴史である派生時代では、メインの時代に影響を与える英雄機や錬金術機、エコロジー機などに加え、国家が危機を迎える疫病期やディストピア期など20種類以上の派生時代が存在し、混乱と無秩序な時代は戦争や病気、無知が蔓延する未来へとつながるかもしれません。本作の開発はエイジオブエンパイアシリーズなどの開発に携わったスタッフが手掛け、販売はパラドックスということで、かなり複雑かつ奥深い作品のような気がします。ミレニアは2024年3月27日リリース予定、日本語未対応の作品です。ゴッドスウォーン、北欧神話上の英雄となって異教徒と戦うストラテジー。北方十字軍時代を舞台に、プレイヤーは大天使ミカエル、月の神メネス、女神サウレといった神話上の英雄となって異教の軍団との戦いに挑みます。神話上の英雄たちはそれぞれに固有の能力のほか、勢力独自のユニットや建物を建築することができ、プレイヤーは敬虔な信者たちに指示を出し、資源を集め建物を建築して都市を構築、そして来るべき戦いに備え、人間や神話上の生物といったユニットを生産し、神の軍を編成していきます。ゲームは都市建築と戦闘をメインにしたリアルタイムストラテジー。リソースを管理しながらも戦闘ユニットを生産して出撃させ、マップ上に存在する敵対勢力の施設を攻め落とし、領土を拡大させリーダーユニット打倒を目指します。本作協力プレイでのキャンペーンも実装される予定とのことです。ゴッドスウォームは2024年3月29日リリース予定、日本語未対応の作品です。はい、今回は2024年3月下旬リリース予定の面白そうな作品を紹介していきました。気になる作品はあったでしょうか？いやー、3月下旬は結構豊作ではないでしょうかね。なんかテンション上がりました。世間一般ではドラゴンズドグマ2やアローン・イン・ザ・ダーク、ホライズン・フォービドゥン・ウェストあたりが大注目でしょうかね。個人的にもドラゴンズドグマ2はね、めちゃくちゃ面白そうに感じますね。何の問題もなければ今年一番のゲームになるんじゃないでしょうかね。あとはブリーチウェイの体験版も面白かったですし、エンダー・マグノリアも前作の人気もあって良さそうな感じしますね。アドベンチャー好きなんで、ビトウィン・ホライズンやオープンロードも気になります。今回は以上となります。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたの役に立ってたなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。いやー、ゲームって本当にいいもんですね。それでは次の動画をご期待ください。さよなら、さよなら、さよなら。